はい。まあ今日はね、今日募集したメールがこれまた、さばききれてません。消化してませんよ、これは。そうです。はい、無力だと感じる。はい。こと。自分の無力さを感じた時っていうのを募集しましたね。ね、そうですね。はい。ちょっとこれ発表していきましょう。うん、ラジオネーム焼肉二世。僕が無力さを感じる時は、バイトで年下のやつにタメ語で話される時ですと。あるな。これね、バイト俺も経験あんだけどね、うん、年下のやつがね、うん、命令してきたりするんだよ。はい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 。うん。そう。わかる。うん。あれほどムカつくもんね。俺それやめたこと何度もあんだから。おー、そこなんか言わないんだ、それは。あ、言うよ、俺靴投げつけてやめたりするんだ。俺そういう時バイオレンスやはぎがあるから。あ、そういう感じだったんだ。うん。俺ね、あのね、バイトね、ビデオ屋でバイトするときにね、うん、俺のが後に入ってきて、まあ、年下なんだよ、向こうは。でも俺のことは、年上だとは思ってないの、まだ。うん、年齢がよくわかってないから、うん、最初よくタメ口みたいなちょっと、ぐらいで来るじゃん、うん、学生の頃って。でもまあ、こっちも、まあ、こっち年下なのに俺にタメ口で来てんなと思いながらも、まあ、あんま注意もせずに、普通に何、1ヶ月ぐらいやってたのかな。うん、その時に、矢作がさ、うん、チームシャバゾ、なんか、後輩とさ、俺が作ってたね。俺が作ってたチームね。チーム、シャバゾーね。俺がリーダーのチーマー、俺がチーマーだったけど。チーマーだけじゃねえけど、あんなの全然。だけどさ、矢作が一応なんかリーダーなんだけどさ、俺リーダーだから。矢作のこう、うん、下についてる二人がさ、すげえ超、不良じゃん。そう番長、どこなんかのね、中学の番長とかでさ、そう三人で来たんだよ、うん。俺のビデオ屋に。そう。ヤハギとその下の連れ二人がさ。そうでさ、で、ヤハギが、おお、いいやんってこう来た時に、うん、その、俺の横にいたね、うん、ちょっとまあ、その同じバイトの、そのヤンキー風なバイトなんだけどさ、うん、のやつが、うん、うわ何々中の何々だえ、その後ろにいるのは何々中の何々だおお、この二人が一緒になってるでも解説が入ってる漫画でよく不良漫画に出てくる情報通のそう不良通のそうそうあの情報通のあの不良雑魚キャラねそうそう情報通のやつでもんなそうクローズにもいたもんな何々をあっという間に倒した何々だとかさ ああいう感じだったんだそれで急に俺にも敬語になってたのそうなんだよねあれも矢作に俺助けられたと思ってさそうなんだよそう俺は大抵あのどこどこ中学の番長引き連れてたからねそうだいたい番長引き連れんだよねいや俺本当にね豊島区のね、うん、番長。豊島区にはね、いろいろあるわけ。池袋中学だ、雑司ヶ谷中学だ。はい、今ありますね。はい。うん。はい。最大やっぱね、うん、豊島区の中学の5校ぐらいの番長引き連れたことあるよ、俺は。ああ、うん。確かにそうなんだ。矢作の後輩とかってほんと。そう。そういうのばっかだもんな。そうなんだよ。本当に頼もしくてね。なんで矢作がそれに慕われてんのか、俺全然わかんねえんだよ。一番どう見ても弱いのにさ。そうそうそう。すごい先頭で走ってんだよね。そうそうそう。ベスパとかでね。そうだよ。一回ね、池袋ロサ会館っていうところ、ちょうどあれ、池袋ウエストゲートパークが。はいはい、あれは本当、あれがモデルになってるかね、俺らの時代が。あー、らしいね。俺らが行った時、チームマーみたいになってきたから。はいはい。それでこう、また引き連れて俺が歩いてたわけ。うん。3、4人、番長、うん。はい。そしたら前からまたそういうちょっと悪いような奴らが歩いてきて、うん、なんかちょっと、俺は普通に歩いてるのに、後ろはそういうさ、目で見てるわけよ、うん、向こう、はいはい、ね。で、向こうが、ね、みたいな感じで来たわけ。うん、だから、おい、近寄ってくるなと思った瞬間、うん、その、ブッチャーよ。出た、ブッチャーね。ブッチャーね、その、まあ、いた後輩が。うん、ね。なってなった時、俺が一番先頭にいるじゃん。うん、その喧嘩になりそうになった時、うん、まず一斉、第一斉、うん、ちょっと八木くん、下がってて。リーダーでしょあんた。矢作下がってて、つってどんどん俺一番後ろになってくる。いいなぁ。全部俺の子を見てる前で。いいなぁ。全部やっつけてくる。そうだよね。ブッチャーとかそうだね。いたなぁ。すごいんだよ、ね、みんな。みんな強いんだよ、あれ。楽しいんだよ。いいよ。あんなに囲まれてんだもん、矢作とかすげえよかったな、あれ。そうそう。あと同級生も、うん、大体各番長全部知ってるね。ああ。そうそう。同級生の豊島区の、豊島区、板橋区の番長は、かなり知ってるよ、ね。うん。大体もう全部、俺の手中に収まってる。俺の手中に収まってる。いいよ、行くんだよね。うん、確かにそうなんだ、ね、そうそう。いいとこに入っていくんだよな、懐に。そう。うん。そいつらも大体言うね。ケンちゃん下がってて。
ースを先頭で歩いてんだよ、ハイエース。近所下がってて。危ないから。あと一回ね。危ないから。車でね、いう時にね、渋谷のセンター街にちょっと、遠征したことがあったわけ。そういったちょっと構想があって。はいはい。うん、その時は、車で行ったんだけど、ケンちゃん、車から一歩も出ないで。行くなよ。行かなくていいだろう、ほんなら。今日は本当に危ないから、ケンちゃん、車から一歩も出ないでって言って。おぉ、おぉ、わかった。一歩も出ないでいいんだな。おぉ、わかった。鍵は、鍵は、鍵でかけといた方がいい。鍵は行かなくていいのに。そういうのはあるからね。すごいな、うん、大体強いんだよ、俺の周りは。うん。ね。うん、まあ、僕、芝居をやってたでしょ。うん。ね。まあ、芝居やって、まあ、打ち上げやったじゃないですか。まあ、この前、この前の話ですよ。今田さんと板尾さん。はいはい、板尾さんと。はい、板尾さんじゃないよ。ジュニアさんと、ね。ジュニアさんと、今田さんと、うん、まあ、うん、ね、うん、その、市川新平さん、町田麻里さん、うん、まあ、ね、上原あゆみさんってね。すごいね、よく名前全部覚えてるね。いや、それはもう一緒にね、うん、戦って同じ釜の飯を食ってきた仲ですからね。その6人。戦って同じ釜の飯で、どっちかでいいんだよ。一緒に戦ってきたか、同じ釜の飯を食った仲間か、どっちかでいいんだよ。うんうん、まあまあ、そういうね、そこで打ち上げで、うん、ね、上原あゆみさんかな、うん、がね、なんかこう体がちょっと最近だるいとか、うん、もうなんかちょっとなんか矯正とかね、そういう骨盤とかね、そういうとこなんかいいのないかって話一回盛り上がったことあるの、おその時に、うん、でね、俺はまあまあ俺行ってるとこありますよと、うん、前行ってましたよと、うん、でそこはでもちょっとこう、うん、腕はいいんですけど、うん、まあちょっとこうね、うん、やらしい感じのね、うん、ちょっとセクハラみたいなことも、はいはいはい、噂では聞くんですよねみたいな話をね、はい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 、まあまああるんですよ、それ都内にね、まあ本当いい素晴らしいとこですよ、それは、はい、素晴らしいとこですよ。あ、でもね、そんなとこじゃ私行きたくないですって、まあそれある女性のこと言われたんですけど、うん、まあでもすごい腕はあるから絶対、うん、これ紹介しますよっていう話をしてたの、うん、でそこでまあちょっともうそのお店を教えて、うん、でまあそこで話は終わったり言ったんね、うん、そしたらね、それが3日前ぐらいにね、うん、大島から出会ったの。おう、森さん中の森さん中の大島。でその時は打ち上げだから、鈴木おさむさんも一緒にいたわけですから、はい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 、鈴木おさむさんもそれを聞いてて、ああなるほどね、多分それを大島に言ったと思うんだよ。あ、ただ大島が同じとこ行ってんだよ、俺とその、あ、俺の消化した店だったらしいんだよ。ああ行ってたんだ。で小木さんちょっと話聞いたんですけど、何、うん、あそこってそういうとこなんですかみたいな話になったわけ、うん、うんうんうん、でね、まあ、その時に俺言ったのは、うん、その女性のお客さんは、うん、ブラジャーをまず取らさられると、うん、ブラジャー取るんだよ、あの着替えるんだよ、 T シャツとかそういう、まあ、ジャージ的なものね、スウェット的な、うん、で女性ってブラジャーを取られて、うん、まあでもほらなんかいろんなね、うん、やっぱ線が邪魔なのかなと思うわけで、その下着のなんか、ね、まあまあそうだね、背中とか押すときにやっぱホックとかね、そうそう、ホックとかもさ、邪魔じゃん、ホックの上だろ押しちゃったら背中にホックの跡がついちゃうからね、そうでしょ、痛いだろうしね、また傷ついちゃったりとか、肩もむのにもら紐がさ、紐だったら邪魔だよ、邪魔でしょ、邪魔でしょうがないよ、うん、でもうそういう話もしたんだよ、その打ち上げ時に、したらその大島が、うん、私聞いたんですけど、ブラジアを外せと言われたことないんですよでも、うん、確かにね、私も友達を紹介したことあると、女の子ね、はい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 、じゃあその子は確かにブラジャーを外されたと、うん、外した方がいいですよみたいな感じで脱がされた、はい、脱がされたちが自分でこう脱いでやったんだけど、で小木さん、その話本当なんですかって、うん、いやでも俺もそういう女の子からそういうの聞いたことあるよって聞いたら、うんうん、いやでも村上も紹介したんですけど、村上もブラジア外されたことないんですよねとか言われて、大島村上は外してない、外してないの、うん、でまあでも村上だからうん、なんでそんな村上にそんなね自信を持ってんだろうってまず思ったの、大島に。でもそのまあ二人が外せなくて、で小木さん、そのまあ有名な人がいるわけ、その店のさ、うんうん、まあ一番のまあそのなん腕がトップよ、うん、まあ、トップがそういう人なんですけどね、うん、その人が実際ね、大島と村上はその人で、うん、普通その人が60分やってくれるの、60分ワンセットでやってくれるわけ、うん、それを村上と大島は60分やってくれないらしくて、うん、残りの5分ぐらいだけ来てくれるんだって指名してんだよ指名してるのにもう混んでていっぱいで、それじゃ人気あんだよね、人気あんのよ、本当ね、だけど俺を
60分やらせてもらってるのよ、いつもね。そうやってなんか指名して。で、村上投手までに限っては、すごい毎回指名してるにもかかわらず、最初のね、55分は違う人にやらされるんだって。で、残りの5分だけポッポッポッ来て、バンパッパッパッやられて。ちょっと味を整える感じ。味を整える。これってどうなんですかねなんて、すげえ相談されて。いや、それは多分、お前らだからなんだよ、多分、つって。でも逆にそっちの方がいいんじゃないのって話をして、まあね、そっちの方がだってお前ら触られないんだったらそれでいいじゃんって。で他の人はやっぱね、もうね連絡先も聞かれて、飯ご飯とかもすごい誘われるんだって。村上もな、あ村上ね、大島もなんかあるアイドルを紹介したら、そのアイドルはもうブラジャー取られるわ、ね、そのご飯の誘いもすごいと、でも私はもうそのご飯も誘われないし電話もないと、どうしたらいいんでしょうかってかかってきたんだ。そうで、もう小木さんのそのね、情報は、その情報も本当ですかと、もしそれが本当だったら今度私行った時に全部その人に言いますと、もう全部言って、もうそこでもう行かなくしますみたいな。あ、なるほどね。もうはあ、はあ、すごいなんか真剣に、まあ、ちなみにそのブラジャーを外されてない人、俺もう一人知ってるよ、ブラジル外されてない人、外されてなかった、外されなかった人、うちの英子さん。え、英子さん、英子さんはブラジル外されたなんていう苦情俺はないね。外されたって言われる、ブラジルは外した方がいいですよみたいなことって言われんの？言われん。それは俺その苦情はない。ただ、めちゃくちゃおっぱいは触られる。おっぱい、そう、おっぱい触るよ。腰が痛くて、英子さんも、やっぱあの女の人って骨盤が歪んでる人多いですから、4つ持ち多いですよね。4つ持ち多いよ。そうで、こう、ゴルフとか一緒にやってたら、腰がどうしても痛くなっちゃって、したらやっぱ、じゃあ小木がいいとこ知ってっから、ね、あそこ行けと、これも行かしたわけですよ。したら腰はもうね、もう完璧なんだって。あの腕はすごいんだよ。そう、腕はすごいから、もう、嘘のような、あの完全な、そうそうそう、あの腰もう何にもちっとも痛くないんだって、ただ腰が痛いっつってんのにものすごいおっぱい触られる。ねえ金ちゃん、おっぱいよりすごく触られるんだけど、あの先生はなんでおっぱい触るのかなって言うから、だって腰はやってくれるの、いやもちろん腰もギュギュやってくれるんだけど、ただおっぱいのところをねすごく触ってくるのっつって、それちょっと何なんだろう、お膝に聞いといてくれる。おっぱいも確かにそれ言ってた、大島もそういえばおっぱいを触られたっていう苦情が大島のところにも来たことあるんだって、その紹介した女の子は言ってた。でもなんかそのおっぱいのその上の方にこの線があるんでしょ、そういうなんとか線みたいなのが、なんまあまあ若松からね、なんかあるんでしょ、あるのかもしれないですよ、でそこと腰は関係ないでしょ、だってそうなんだよ。ただおっぱいはだからなんつったかな、おっぱいをさあのね、おっぱいを触りながら腰を直す天才だって言ったな。あ、そういう天才？そう。確かに腰とかも最高に治るんだよね。っていう、だから、名医は名医なんだよな。そう、名医は名医。で、まあね、でね、すごいね、なんつうかな、硬派なんだよね、その先生が。まあ、硬派って今更言うのもなんだけどね。もうなんかね、もう忙しいし、毎日も朝からもう夜中まで、もう1時ぐらいまでやってくれるのね、それはもう遅く。で、もうずっとやってるわけじゃん、マッサージを、マッサージ的なものをね、だからもう全然ね、そのテレビを見ない、あ、僕テレビを見ないから、もうね、そういう芸能人の方とかモデルさんの方とか、そういうね、そういうの全然僕わからないんですよねってすごい言ってくる、はいはいはい、でまあ俺最初、まあ、紹介されて俺行った時に、第一声それ言われたわけ、で、小木さんは何やられてる方なんですかみたいな感じで言われたから、はいね、あ、僕は一応ちょっと笑いやってるんですけど、みたいな。まあその時はまあ、まあ知らなくても別にこっちは別にいいじゃん。で、やってたんだけど、そのうちさ、それが何回か行ったら、隣の部屋からさ、違う先生来て、小木さん来ましたみたいになって。で何だろうと思ったら、俺治療中よ、その先生に、治療中に隣の部屋の人が、小木さんがいるに言っちゃったから、写真一緒に撮ってくださいすげえ、俺治療中に立ち上がってさ
一緒に写真一般のお客さんと一般のお客さんに言ってんだよ。だからその先生がすごい興味ないみたいな。そう、あの小木さんが1時間後に来ますよ。ああ、だずっと待ってたんだって、治療者その人たちしながら2時間とか。ああ、ああで小木さん来たからってことで、うん、一緒に写真撮ったりとかして。ああで、まあまあでもしょうがない、まあ、興味ないっつって、うん、まあ、やっぱそれは俺がまあ来ちゃうってなって、まあたまたまそういう話になって、うん、偶然的に、あ、じゃあ小木さん来ますよみたいになってんだろうなと思ったわけ、うん、さあその1週間か2週間後ぐらいだね、もう一回俺行った時に、うん、今度店の前に、うん、あのもうね、結構もう高そうな看板があってね、光が輝くような、ほうほうほう、ね、そこに芸能人モデルが多数来るお店みたいな感じで、それで歌っちゃってんだよ、もう売りにしちゃったんだよ、売りにしちゃったんだよ。結構高そうな看板よ、もう電気がすごいつくでも俺の知ってる限り芸能人モデルがあそこまで行ってる治療院はないでしょ。多分ないんじゃないかな。いや、なんかすごい聞くよ、あそこに行ってるって。すごいよね、あそこね。だからみんなが紹介すんのよ。そう、だから元々最初男だけだったからね。で、女が行くなって、だって俺のその英子さんも、うん、友達の可愛い女の子を紹介したんだよ。うん、うん、したらその子のとこにバンバン食事行きましょうってメールが来るぞその院長から、院長だか館長だか、すごいんだって。だからみんながもう、だあれ確信犯だと思うんだよね。うん、確信犯だよね、だからね。あ、そうそうなのよ。何なんだろうね。ねえ、でも治るっちゃったらな。だ、治るんだもん。それだから困っちゃうんだよ。本当なんだろ。本当なの。おっぱいも。そう。おっぱいもだからいい、うん、しょうがないんだよ。だから多分揉まれても。ただもうまあ痛いっていうよな。まあ痛くてね、はい、すんごい怖いわ、そこは。ね、気絶する勢いのない痛さっていうもんな、うん、まあ俺もね、最初ね、これちょっと、はい、もうこれラジオ始まって 2,3 回目の時にちょっと話したと思うんだけど。あ、そうだ、俺の目で寝やがったからね、一回ねそうだそうだ、その先生寝たんだよね。そう、俺をうつ伏せにしてなんか揉んでって、うん、上から、うん、だから一気に全体重俺に預けてきたからね俺もこれもなんかの治療だろうなと思ってさこうなんか俺も、はい、もうなんもこう黙ってたけど、なんか俺の首の顔の横に向こうの顔があるからさあーなんだろうなすやすや声も聞こえてくるしさ、言えないんだわあれがまた。あ、寝てましたよねって言えないんだよ、ね、なるほどね、って、まあ、言えないね、向こうもごまかすし、寝てなんか寝たなんて言えないもんな。言えないからさ、絶対な、うん、でもまあ素晴らしいとこなんですよ。そうか、そのね、3日前にそれがあって緊急会議だみたいなって、うん、それをつつにも言う、包みしたね、あ、もう大島が言うっつって、みんなでなんとかしましょう、あの店をっつって。そうだよな、うん、動き出してんだって。危ないよな。危ない危ない、あれは危ないよ、うん、みんなでなんかした方がいいよ、そういう店はそうですね。そして今日は、あの俺らが、はい、MC をやっていた、うん、月刊検定パンチ、まあ、はいはい、やってました、やってましたね、月1昼間やって、ゴールデンにも一発打って、うん、結構な高視聴率を取って、はいはい、もうね、あの4月からレギュラーになるなんつって、もう前からね、コツコツとそういうのをやっぱりやってきましたよね。そうそう、4月からレギュラーになるって、やっぱりそうよ、特番でも数字良かったから、はい、やっぱ4月からリニューアルして、うんうん、名前が検定ジャポンっていう名前に変わって、はいはい、ちゃんとレギュラーになったんですよ。なるほど。4月からゴールデンで、そう、あ、なってんの？なったの、うん、ただ俺らはいないんだよ、はい、そうだよね、もうびっくりしても、なってんのに俺らやってねえんだから、俺らのとこにはミノモンタがいるんだよなんでだよ、なんでミノさんなの？あの悪魔と契約をした男で言う、まあ、おなじみのミノモンタいるんですよね。これだからまあはいはい、このリスナーの中でもね、うん、やっぱりあれと、俺らが検定パンチも見たことあるリスナーなんていうのは、はい、あれこれ月刊検定パンチやんと。うん、そうで、で検定ジャパン、ね、ジャポンか。うん、あれ検定ジャポン、あれまだ上着いないのみたいなやっぱちょっとね、えもしかすると中には何人か、やっぱラジオって何万人の人が聞いてますから、はい、中にはやっぱ何人かいると思うんですよ、はいはいはい、そうやって不思議だなと思ってる人も。そうですよ、結構前からやってましたからね、うん、そうなんですよね、月1で、はい、なんでいないのかと、うん、うん、それでミノモンタさんなんだ、うん、関根麻里さんと俺らやってたんだもんね。そうそうそう、3人でね、これだからなんでかっていうことなんだけども、うん、はい、これはやっぱりね、うん、まあちょっと遠回しに言うと、はい、その悪魔と
その契約したかしてないかの差なんだよ。はははは。そうそうそう、悪魔と契約したかしてないかなのね。そうそうそう、うん、だからものすごくこう大人の事情っていうのかな。ああ。そう。やっぱこのテレビっていうのはさ、はい、そのやっぱり子供のサークルじゃないかな。大学のサークルで作ってるわけじゃないから、やっぱりそのそういうもんじゃないんだよ、うんうん、そういう大人がいるわけだ。大人がやっぱり動かしてるものだから、うん、こういうの、うん、なんか鳴ってるぞ今。夕方メールしたじゃん、ね、うん、あ、矢作のか、誰よ、わかんねえんだよ。なんでその鳴らしとくんだそれ。俺もいつも切ってんだけどね。うん、どうしたこれ。え、うん、誰、いつも切ってんだけどね、うん、あ、うん、あ、第三だ、うちの副社長。え、だって今ラジオやってるの知ってるでしょうよ。だからラジオ聞いてたんだろ。聞いてて何、うちの副社長の、次期社長の玉川だ。その悪魔と契約の話しちゃいけないってこと。まさか。読んであげようか。読んで読んで読んで、うん、え、何何、怖い怖い、なあ、悪魔の話しちゃいけないんだ。いや、いい、もうすごい短い、うん、申し訳ない、うん、私の力のなさ。あ、ド迫力だもんな。この後ド迫力、あ、ね、うん、ラジオネーム、はい、ラビリンスからの情報、はい、木から降りてきた男の肛門に、うん、鉄の棒が突き刺さる。わわわわわ、なんだこれ。これはすごいね。あ、怖い怖い怖い。あれを思い出すな俺これ。え、いや、まあ、とりあえずカナダ、うん、はい、カナダのニュースです、うん、カナダにある学校の敷地の外に一本の木が立っている、はい、この 木の根元の方には鉄の棒が垂直に立っている、うん、この鉄の棒が43歳の男性の肛門を、うん、貫いたと。わーわーわー。男性は激痛にもだえ苦しんでいるところを救助された、うん、はい、うん、鉄棒が肛門から約20センチの深さまで突き刺さっていた。20は結構あるよ、結構来てるよ、うん、駆けつけた警官たちに男性が話したところによると、彼が木に登ったのは複数犯の強盗から逃れるためだったという、うん、男性の言葉が真実を語っていると仮定すれば、なんとか難を逃れることに成功したものの、うん、木から降りてくるときに不幸な偶然が重なったことになる、うん、木の上から地面に飛び降りたのではなく幹伝いに降りてきたようだ、うん、しかしたまたま肛門の位置に鉄の棒がありそれが突き刺さってしまったということらしい。たまたまだよ。いやー、怖い。でもさ、怖いね、うん、うん、さあ、はい、肛門はほらもともと穴が開いてるもんだからさ、うん、奥あるよ、ね、結構長いよ、うん、行ってもやっぱ穴に入ったわけだから、うん、そんなにあれだよね。何、違うところに刺さっちゃうよ肛門の方が。いやー、痛いでしょ。まあまあ肛門でもやっぱほら、まあちょっと下世話の話、ローションがやっぱ塗ってないと痛いよそれ、いきなりは。確かに痛いよね。もっと細いものくらい確かめてどんどんやっていかないと。ああ、いきなりは痛いよやっぱ。そりゃ何でもやっぱそうだよ。確かに、うん、これあれだね、その本当に垂直に棒が立ってるとこってのはさ、うん、誰がそこに落ちてくるかわからないわけだから、うん、一応そのローションを塗っとくた方がいいんじゃないの。一応一応ね、一応安全策として。ーローション必要。その火でさ、火でどうにかこうみんなで持ち回って、うん、安全でほら、まあ、うん、まあそうだね、乾いちゃうから、うん、1週間に1回はそのローションをちゃんと塗っとくとか。そうだね、ローションあると結構やっぱ 痛さもなくなるのかな。いや、ローションあれば俺さ大したことじゃないと思う。うん、そうやね、うん、それで、うん、明日から今日からもうゴールデンウィークですけど、はい、大木さんは予定の方は。俺はね、まあ一応明日は仕事があるでしょ、競馬、はいはいはい、はい、競馬から、はい、日月か、日月かですか、ね、3連休、はい、うん、一応取れたんで、おぎやぎね、うん、やぎも3連休でしょ。3連休一応ちょっと伊豆の方に。おー、伊豆、テニス。テニスをしに。テニスなんか基本できないじゃんって。いやいや、俺テニスたまにテニス合宿みたいなやるのよ。え、誰と。ジュンとか。おお、そうよ、ジュンとか、森とか。
まあ当たり前なんですけど、ジュンとか森っていうのは小木の地元の友達そう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 、とかもああいう、うん、ジュンはね今は立派なね、そう歯医者ですけど、そうなんですよ、そうです、僕がまだジュンが駆け出しの頃ですよね、うん、そうですね、駆け出しの歯医者の頃に俺が、うん、まあジュンのところで歯抜こうか親知らず抜こうかって言ったら、うん、その俺の親知らずを抜くときにその歯茎をメスで切って、うん、ではないと抜けないっつって、うん、それでうわーって言い出して矢作の口の中が血の海だよっていうのが歯医者ですよ。わひどいよ、ひどい歯医者、ひどい歯医者だよ。そう、俺も治療中とか両手入れてことするからね、小木の口の中に両手入れようとする片手じゃできない、片手両手じゃないと細かいのできないっって、できないっつって、まあ、まあ、最低ですよ。そっからもうね、うん、良くなったんでしょうけど、まあもう10年ぐらいやってるから、ね、やってるからもうちゃんとした歯医者になってるでしょうけ ど、うんけど、はい、最初ひどかったからね、うん、そう、それの順とかとテニス、森は何、未だにあのあれなの、うん、森はまだ設計士をやってんの、はい、設計士から普通の不動産会社の、うん、営業の方に回って、うん、設計では、じゃあもう建築はやっ、うん、ちょっとその、うん、設計もちょっと携わってみたいなことしたけど、うん、もう全然なんかね、どんどん会社がね吸収されちゃって、うん、どんどん変わってきちゃって、うん、でなんかそういうもう設計とかじゃなくなってきて、もう販売とかこっちの方になっちゃった、もう大企業まで行っちゃったからね。そうなんです、最近そういうさ、うん、家の不動産屋さんの、うん、なんとか不動産とかあるじゃない、はいはい、ああいうのってさ、うん、すごい必死だね。俺この前家の近く犬の散歩してたんだよ、うん、したらその背広着たその営業マン、うん、まあ、犬散歩してんだよ、うん、バーって近寄ってきて、うん、家今すぐそこに、うん、そうだ本当そんなに必死なの、すぐそこにあの6500万円の、うん、あの家が建て売りなんですけど、うん、あるんでちょっと見に来ませんかって言われて、うん、いや大事ですよ、そんなに、そうだよ、で俺もいいですって断って、うん、こう言ってたらその人バーッと出てって、また前に歩いてるおばさんに普通に、うん、話しかけて、うん、やんのよ、すごくないでピンポーンって言ってやってるし、そう、あ、そんな感じなんだ、あんまでもそんな必死には見えないけどね、うん、森は、森もまあちょっとおバカな子ですから、まあね、そうね、うん、この間も俺に言ってきたのは、うん、まあ俺その森からはばあちゃんばあちゃん言われたよね、まあ、ね、俺昔あだ名ね、あだ名ばあちゃんだからね、ばあちゃん板橋の地元に帰って全員ばあちゃんって言うもんね、そうでね、そう、なんでばあちゃんっていうかっていうと、おぎがなんでばあちゃんって呼ばれてるかっていうと、小学校の時におばあちゃんの真似してたんだよね、うん、そう、恥ずかしいな、そう、あの腰を曲げてこのおばあちゃんの真似をするのが得意だったんだよね、おぎね言わないで、もう言わないで、ね、で、おぎがおばあちゃんの真似してっから、みんなそっからばあちゃん、ばあちゃんってなってんですよそうなんですよ、あ、うん、まあ ね、その、まあ、森っていうのもまあひどい、まあ本当、まあね、おっちょこちょいのバカなんだけどさ、まあね、うん、でそれがこの間ね、ばあちゃんばあちゃんって、うん、今度ね出すマンションの、うん、僕の俺のね、うん、その意見が通ったんだよっつって、おう、すごいじゃん森っつって、その、うん、もうマンションだよ、マンションの 全部屋にそれがついてんだけど、うん、リビングに、うん、ミシン置き場を作ったんだよこれからはミシンなんだよって言ってさ、と思って俺の部屋にミシン置き場がよく通ったなそれだ、すごいなと思って、ミシン置き場なんていらねえだろ、それ森が普通にその会議でプレゼンしたんだろこれからはミシン置き場、森は多分マジなのそれは、なあ、そういう子だから、ああ、ミシン置き場がちゃんとやっぱこれからの主婦は絶対必要だって、でも通ったんだろ、通ったんだよ、通ったってことはちょっとやっぱ需要があるのかなミシン置き場だよミシンなんて僕え何ミシン置き場って、わかんないけどミシン置き場が今なんかあんだって聞いたことない、ミシン置き場がついてる、ね、でも通ったんだってよ全部、ああいう普通にあの BS とかさ、うん、BSCS とか食洗機とか書いたんじゃないか、ね、あの上限にマンションね、マンションのとこに、うん、そこにミシン置き場で、はいそうだよ、ミシン置き場なんだろうね、森が考えたの、ミシン置き場、森が考えたって、あいつバカだなやっぱ、森は本当、でも通ったってことはバカじゃないのかな、結構そうなんだろうね、そういう声が多かったのかな、ミシン、森そうなんだよね、でまあ結構もう一部上場なんだけど、課長まで行ってるし、えすんごいのよ、バカだけど、
なんかやばいな。何？だってそれだ、誰もが知ってる会社でしょ、うん、じゃあ。誰もが知ってる、もう超有名な。なんとか不動産とかそういうことでしょ。もうもうすごい CM とかにも出てるような。ものすごい会社の価値で、ミシン容疑は。そう。俺森がそんなちゃんと会社した会社の課長にまでなるとは思えないんだけど、超バカのイメージがあるから。超バカだよ。うん。だよね。超バカ、本当のバカだから。俺なんだっけ、よく昔海行った時に森のなんかいろんなミスがあったよな。森なんだろうね。森はね、帰りの電車地、逗子に行って一緒に、うん、夏場。うん。うんね、森が、うん、日曜日も仕事なのよ、うん、あのね、会社の不動、あ、仕事があって、で俺土曜の夜中、朝方、あ、土曜の夜中にもう出かけて、うん、海行ったの、逗子に。で、朝方から遊んでたの、うん、で、あ、日曜の朝か、日曜の朝、うん、午前中まで森いればいいじゃんって、午後から会社行けばいいじゃんって、で午前中、もうスーツで海に来ちゃって、あの仕事で一応昼にね、出なきゃいけない、出て間に合うように。ビーチでさ、スーツでさ、設計のあれ開いてさ、砂浜の上でさ、なんか書いてんのよ。これ間に合わせなきゃいけないし、今日の午後まで。どんだけ海来てんだ。で、海で仕事しちゃってんだよ。で、もう、で、帰りの電車賃がなくなっちゃったっつって。はあ、もうそのバカだから、もうそういうのもない、わかんない。ないから、うん。で、財布に全然お金がないっつって、うん、で、俺らもそれを仕方してたの、うん。どういうふうに出んのかって。したらなんかあの、ビール券みたいな、1000円のビール券が財布に入ってて、それを砂浜のいろんな人に、これを1000円で買ってくれます。スーツ姿のやつが、帰りの電車賃が泣いて、これを現金に借りてくださいっつって、すげえ、まあ。換金率は良かったのかな。800円ぐらいで売ってくれたのかな。1000円にはなんないよな。うん、でもまあ、でもそこでなんか売って、ちゃんと自分の帰っていったよ。あったらいいんだよ。荻野じゃ地元のさ友達とかと、まあ、あの意味が分かんないやつ多いもんな。いや俺も荻野そのそういう、うん、あれだよ、あの俺からしてみたら、はいはい、荻野を含めそうなんだよ。まあまあまあ分かるけどね。わけ分かんないじゃんみんな、はい、みんなわけ分かんない。何なんだろうなあれ。荻野あれなんだっけ、あの海に行った時にさ、うん、あのクラゲのやつなんだったっけ。クラゲのさ、うん、クラゲ、すでっけえクラゲのやつあったよな。でっかいのあった。あれは、新島、新島に、新島だっけ？新島に行って、あれもね、季節外れの新島なんだよな。うん、でも新島だから、まあちょっと泳げるのよね、その、9月の頭とかでも、うん、全然。うん、で、ほら、あそこはやっぱ新島ってナンパ島じゃん。まあね。言ったら。うん、で、そこで、まあ男だけで行って、で砂浜で女の子に2人組の女の子と喋ってて、うん、まあいい感じだったのよ。うん、で俺はちょっと海に遊びに行って、うん、で海から戻ってきた時に、うん、ちょっと俺クラゲ刺されちゃったの、ああ腕の、ああでわあクラゲ刺されたわーって女がケッケケッケ言うわけじゃん、ああクラゲ出んの怖い怖い怖いって、ああで、ね、俺のことにもすごい心配かけてくれんの、ああでそれを、あこいつすげえずりっていう思った友達が、ああその一人海に行って、ああしばらく帰ってこなかったのよ。でまあ俺ら女の子とずっと喋ってたらさ、ああその波から出てきたら、それがさ、すげえ、なんだろうな、もうものすごいクラゲ、あのね、1メートル以上あるクラゲだ、多分足入れると。入れるとね。それを頭の上に乗せて、うん、上がってきた。ド迫力、この後、ド迫力。だけどさ、はい、そんなでっかいクラゲさ、うん、大丈夫だったの？すごい、だからびっくりして、うん、あのもう薄い水色よ、もうなんか色がついてて、もういかにもなんか毒のあるような、で結構歩いてきたの、うん、で向こうはなんか知らないふりして歩いてくるの、その上自分乗せてんだけど、こっちが驚いてんだけど、なおー上ってだけど、そいつはもう何って感じで途中まで来たんだけど、そっから刺されちゃって、あビリ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 、まあそりゃそうだよな、でもなんかね、もうほんと足ってすごい長いんだよね、わかるわかる、あれがね、うん、もういろんな腕とかに、ま、巻きついちゃってね、巻きついて全部なって倒れちゃったの、え結局倒れちゃったの、もう倒れて、もうそういうそこにいるじゃん、なんかよくなんだあれ、ライフセーバーみたいな、ライフ、うん、あの人が来て、その人来て救急車で倒れてモテたくて必死で捕まえてきたんだろうね、
2、30分ぐらい帰ってもらったから。そう。捕まえて。救急車ですよ。モテるためにはな。うん。新島あたりだとな。そうよ。まあ、いろいろあるよな。新島はそうだね。うん、それ何高 3? 高2ぐらい高 3? それはね、19ぐらい。あ、じゃあ卒業してぐらいか。そうそうそう。ああ、うん。そうだね。高校ぐらいからだもんな、新島は。もう、船の中から始まってるからね。今あんのかな?あるっていうか、まあ、新島あるだろうけど。いや、あるけど、今はそういうナンパ島なのかな。まあ、まだそういう時代なのかね。高校1年の時の夏って必ず新島じゃなかったもん。必ずだよ。みんな言ってたの。あ。だよね、みんな必ず言ってて。必ずなんだよ。そうなんだ俺。これ、ね、東京だけなんだよ、有名の。だから、大倉とか群馬なんか知らないだろ。知らない。この伝説を。そう。もう東京の人は知らないんだよ。え、そうなの?そうだ。いや、そうなんだよ。これ他の人に言っても知らないの。本当?あれ、東京だけなんだよ。へぇもしかしたら埼玉とか千葉とか、まあ、神奈川ぐらいやったらわかんのかもしれないけど、うん、ただ、東京の伝説なんだよね。だって俺、その、どっか出てんだっけ、桟橋は。竹芝。竹芝桟橋から出るでしょ、うん、で、一応そっからナンパが始まったっていうじゃん。うん、でも池袋駅から、その浜松町の駅、その竹芝桟橋がある駅、浜松町の駅までの山手線の中で、うん、もうすでに、もう、新島行く。新島関係ない。違う。もう、そこで新島行きの人とも知り合って。新島行くのつって。そう、女の子と知り合って。あ、いえ。一緒に、だって、竹芝桟橋まで一緒に行ったことあるもん。まあ、確かに、どんだけ早く声かけるからね。そうなのよ。先に声かけなきゃいけないじゃん。もうそうなんだよ。新島着いてから、じゃあ、もうね、その子はね、何人かにはもう連絡先とか約束しちゃってんだよね。そうそう。だからもう山線のとこからもう。いや、あれはでもすごいよな、これ。これね、聞いてる人、東京出身の人はね、わかるな、だと思うんだけど、うん、本当に夢のようなあれができるのよ。夢だよね、本当あれは。だって、すごいよ。そうだよ、昼間にナンパする、海で。はい。海でナンパして、うん、6時半、7時、うん、7時半、うん、8時とかに待ち合わせしますね。まあ、しますね、30分おきぐらいにね。だから4組ぐらい成功してるのよ。そう。もうナンパを。うん、で、30分おきにやって、うんはい、で、こっちはその、ずるいんだよね。ずるいですよ、そりゃ。あれだったら、じゃあ、ちょっと30分話して、うん、じゃあ、帰っちゃおうか、みたいな感じで。選び放題なの、ね、選び放題。あんなに選べるとこない。ないよね。うん。ないよ。でも、向こうも同じつもりだから、こっちは、6時半、7時、7時半、8時って、待ち合わせしといても、うん、やっぱ来ないやつもいいんだよね。まあ、来ませんね。向こうも同じだから。向こうってもう10件以上多分約束してる人だって多分。すごいよね。ものすごいじゃん、あそこの競争率っていうか、ものすごいみんなが声かけてるし。よくそのさ、昔さ、うん、その渋谷、あ、渋谷じゃない、千葉でさ、うん、その三個の別荘とか行ってた時。はいはい、九十九里で、うん。とかでさ、うん、ナンパをして、はい、そいつがまた違うやつがナンパしてきて、またこっちがナンパしてみたいなのやってなかったっけ、うん、いないところで。いないところやったっけ違うよ。男と来てるのに、男が海行った瞬間にナンパするみたいな。あったっけさ。無謀なやつ。そんなガツガツしてたもんね。いやいや、無謀なやつあったのよ。4人ぐらいで来てんのよ。だから、3とかで来てんの。うん、その子たちは、うん。で、男3人で海行っちゃうわけ。うん。そしたらこっちは勝手に、あの子たち多分あんま乗ってねえな、つって。あれ多分ね、3人で来てんけど、あれちょっとなんか飢えた目してんな、みたいな。あったかも、それ。あれなんか男3人行ったら、ちょっと、なんかこっちに色目使ってきてねえかみたいな勝手な妄想で、うん、みたいな。あで海行ってる間にちょっとやばい怖いから、うん、そのもしバレたら、はいはいはい、そうだからじゃんけんで負けたやつが、うん、その今一緒に来ている男で、うん、満足かどうかだけ聞いてこい聞いてこいみたいな。あったかもしんないよ。いやそういうのやってたよ。いやそれでだって成功したらもあんだって。そうだっけ。いや逆に来たことがあるんだよ。まあ確かに成功はすごかった気がするんだよな。こんな俺らがトランシーバーナンパだろ。トランシーバー開発したな。あれは驚異的だったからな。あれはもう強かった。あれはすごい。あのトランシーバーナンパほどね、これはね、もうこのラジオのリスナーなんかは、うん、多分ね、うん、やっぱ基本的に明るいやつじゃないと思うわけ。はいはい、まあ、普通にナンパをできるようなやつじゃないと思うの、はいはい、俺らみたいなタイプよ。そうですよ、うん、だからぜひ使ってほしいね。うん、まあね、でもあの時は携帯がなかったからさ、なんか楽しいんだよね。いや、トランシーバーはやっぱ今新しいよ。まだまだ新しい。そうだよ。
これはね、どういう風にやるかっていうと、よく聞いといてほしいんだけど、うんうん、まずトランシーバーを買ってください。二つ、二つっていうのかな、二つっていう二つ一個セットね。そう、はい、それを、まあ、可愛い子二人組ぐらいがいたら、はい、その、うん、可愛い子の、うん、頭のあたりですか。うん、まあ、大体50センチから1メーターぐらいの、気づかないんですね、はい、1個落としておくんですね、うん、まあね、大体寝てるからね、日焼けしてね、大体寝てるから、うん、そうそう、はい、だからそこにチラッとこう落としておく、で僕らはまあそうです、大体200メーターぐらい離れましょうか、まあ結構離れますね、でそっからもしもーしって言うわけもしもーし誰かいませんか近くにもしもーし落としやったんですけど、もしもーしって言うと絶対出るね、絶対出る、絶対出るから、絶対出る、何何みたいな、それこっちは双眼鏡で見てます、見てんだよね、結構でかい双眼鏡持ってたもんね、でかい双眼鏡でこう拾うの見てるわけそうすると大体女が何何みたいな感じで、なんか 拾う、うん、みたいになってるんだよね、なってなってる、だから拾った瞬間、うん、こっち拾った瞬間見てますから、うん、はい、もしもーしと、もし拾ってくれた方だったら、横にボタンがありますので、ボタンを押して話してくださいと。これ楽しいのよね。そうそう。これ楽しいのよ。って言うと、何ボタン押して喋るのみたいな。ってボタン押してくるんだよね、向こうは。そうそうそう。ね。うん、で、なんか拾ったんですけど、みたいなこと言うんだよね。そういう。ただ、もしもーしと。必ず喋った後にどうぞって言ってくださいって言うんだよね。そうそう。それがね、楽しいんだよ。ね。だそれ言いたいばかりに女の子もすごい言ってくんだよね。そうそう。なんかどうぞみたいなこと言うんだよね。そう。拾いましたけどどうぞとかって言って。どの辺に落ちてますかどうぞって言うと。なんとかって海の家の前ぐらいです。どうぞって言うから。今日どっから来てんですかどうぞ。横浜ですどうぞってすごい自然に行くんだよね、すごい楽しい、あんなにすんなりナンパできる方法ないよね、ない、あれ絶対行っちゃうもんね、そうよ、トランシーバーだったら、うん、行っちゃうし、もう楽しくなってある程度話すから、うん、もう結構もう会ってからも大丈夫だよね、そのトランシーバーで10分ぐらい話しちゃったから、10分ぐらい話すからね、そう、直接だって友達もなくて行ったらそんな絶対横浜って言ってくんないし、いや無理よ、俺だったら無理じゃん、そうだよ、俺らみたいなのが行ったら口も聞いてくんないよまあそりゃそうだよ、そう、ただ口も聞いてくんないじゃん、うん、でも俺らが昔からよく言ってたのは、うん、トークには自信があるとトークね、はい、ね、ね、トークには自信があるけど、うん、やっぱりそのトークを聞いてくれるまでにやっぱ外見が必要だっていう ね、うん、ね、はい、それを解消してくれたんだよね、トランシーバーが、そうなんだ外見をまず出さなくていいっていう、うん、そう、あれいいものですよ、だからある程度その笑わして、うん、トランシーバーで笑わしてから行くから大丈夫なんだよね、うん、もう百発百中でしょあれ、いや俺失敗したことはないね、ないよね、うん、あれいいね、トランシーバーナンパぜひみんな、うん、こっからほらもう夏もさ近いしさ、はい、なあね、夏場ね、そう、まあ面白いよあれは、使ってほしいよ、絶対成功するよあれ、うん、あ、ラジオネーム腰中ひろ、うん、うーん、僕が女の子にモテるために頑張ってることは、はい、普段はコーラが大好きなのに、うん、女の子の前だとカッコつけてミネラルウォーターを買って飲む、うん、こんな気持ち俺だけじゃないですよね、きっとこれで勝負おぎがいつも昔からそうなんだけど、ペリエ頼むんだよ。そうだよ。炭酸水なんだね。そうなんだよ。おぎがでも昔からペリエを注文するんだよね。絶対さ、もうさ、もうペリエなんだよ。カッコつけて。そうだね。俺本当もう未だにそうだね。ね。うん、未だにペリエだよね。ペリエとか、まあ店によっては、サンペリグリーノとか。あ、そうだ、サンペリグリーノ。うん、だからまあ、まあどっちかわかんないから、ちょっとカッコつけて言うときは、なんかこうガス入りの水ありますか？そうそう！お前必ずガス入りっていう。炭酸水じゃなくてガス入りの水ありますっていう。と向こうが、うちはペリエですよとかサンペリグリーノですよみたいな。あ、じゃあそれくださいみたいな。これ、オギだよ。ライブつけてとかね。ね。そう。これ、オギでしょ？俺、これ、オギ。完全な、ね、完全だよね。全然うまいと思ってないから、これ。まずいんで、俺嫌いなんだよ、実際。炭酸って。炭酸水まずいもん。まずいよ、あれ。なあ。でも、しょうがないからさ。ああ。レッスンでやっぱ飲みますよ。そうだよ。こいつまだまだ甘いよ。腰中疲労は。まだ甘い。ミネラルウォーターダメよ、ね。ダメね。ガス入り。ガス入りね。2はガス入りだから。炭酸水いかなきゃダメよ。うん。ああ。
まあ、はい、でまあ次の日に行った、うんうん、もうご飯屋さんばっかり行ってんだけど、うん、牧年人っていうね、うん、修善寺の方まで行ったんですけどね、この蕎麦屋知ってる？牧年人知らない。ものすごいよこれ。牧年人って名前かっこいいね。これ日本一の蕎麦屋って言われてるぐらいの蕎麦屋なんですよ。へえ。東京でもものすごい蕎麦屋がここ、うん、みんな真似したみたいな、うん、こっからここでなんか修行して東京ですごい蕎麦屋を出してる動画、うん、その修善寺にあるこれがもう本家ですよ。まあなんかその修善寺にあるっていうのがちょっといいよね。またまあいいのよ。そうなんかっぽいよね。そうっぽい。ちょっとここが一番みたいなこと言われると、はい、そうなの。ここがね、うん、2時間以上待ったな。え？ここ2時間以上よ。修善寺ってそんなにあれなの？今もう今というか、はい、そんなに並ばなきゃいけないスポットがあるんだ今。修善寺自体はもうあれよ、もう、まあ、何回も行ったことあると思うけど、撮ったことあるのよ、うん、本当なんもない、ね、ないよね。もうダメなとこよ。ああダメって言われてなんつうかな、まあ、スマートボールがあってさ、なんかそういう古い感じのいい感じのとこなんだけど、本当だからみんなここに多分ね来る、うん、来たくてね修善寺来てるような、うん、すごいよ。2時間ちょっとだもんなこれで。うん、マジでこれ並んだろ。またこれはね、並ばなくてこれ先に名前をね、うん、もう予約の予約書みたいにして、うん、でまあみんな出かけていくっていうか。どうやって？俺らそのスマートボールで。え、その何、連絡来んの？連絡来ないよ。もう何回か見に行かなきゃの。あ、行けないの。このぐらいだ。あ、でも回転が遅いのよ、なんか。へぇー。だから2時間。まあでも、どのぐらい並んだかな、あれ。40人か50人ぐらい並んでんのかな、あれ。あ、俺の間2時間って。並んでるっていうか予約がね。予約が。名前が最初にそれだけ書いてあるってことね。で、その間、まあ2時間、その、記帳して、うん、で、その後スマートボールして、うん、でスマートボールの、あれやったことある？スマートボールって。あるよ。あれでさ、すんごいボール出したの俺、奇跡的な、うん、もうボン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 ボール出てきて。あ、出てきたんだ。球が、でっかい球がね、球が、うん、でもうなんかちょっと皿みたいなやつにいっぱいなんでしょ。皿、まあ皿なんだけど、あのガラスのテーブルの、テーブルっていうかそのパチンコ台みたいな、うんうん、上にもうスマートボールがもうあまりにも俺出しすぎて見えなくなっちゃうぐらい、うん、あれが、あれ画面じゃねえよ、あれが。あれがってなんだよ。下のあのパチンコの釘とあれが。あ、そこに溜まっちゃうの？そこに溜まんのよ、スマートボールってボンボン上から転がってくるから。そう、ガラスの上を取ってくるの、画面の。どん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 溜まって見えなくなって、もう僕やれませんっつって、こう出して景品にしてくれるのね。うん、でもすんごい出したっけ。向こうもびっくりしてんの。あ、こんな出すのはありえないっていうぐらい。なるほどね。ね、うん、うわーすごい。これでなんか変なそのおじさんがその奥にいるおばさんに、うん、ちょっとこれ景品に取っ替えてあげてとか言って、でね、全部で箱がね6個ぐらいかな、ちっちゃい箱なんだけど、それで6箱、まあ、パチンコでいったらすごいよ、ね、すごいでしょ、うん、で俺それをねその景品の方にもう持ってってあげ、うん、すんごいなんかほこりまみれのね、うん、あの5センチぐらいのね大きさのぬいぐるみがたくさんのね、そこに、うん、それを1個だけくれんの6箱出してるんで、そのほこりまみれのそれわけわかんないキャラクターよ、変な見たことないキャラクター、そう、もう1個だよ、1個その6箱出して、で今までで、ね、ここ1年見たことないぐらい出してんの俺それで、そのちっちゃいやつそれあれからあんま出してなくてもそれ1個だろうかな、あんま変わんないのかな、何出してでもなんかね熱があったよちゃんと。あのいわゆるこうくじで言った1等2等3等的なランクあるわけね。1箱から2箱はこの棚とか、棚とかそれちょっとちらっと見たら1箱2箱の棚は、うんうん、あのね1センチの直径1センチの鈴猫とかの首輪につけてる1個の鈴ですよ。あの鈴、うん、人を出しても鈴だ。鈴なんですよ。じゃあそれに比べたらまあまあすごいことなんだな。スマートボールってなんだよあれ。あれをもっとちゃんとした経緯にすればすんごい流行ると思うのに、それだもん。そんなに流行んないだろあれは。いや面白いんだって意外とあれやってると。まあ面白いけど経緯次第だと思う。あれもちろんゲーム、いろんなゲームとか、いわゆる温泉街にね、そうあれやってたからさ。まあ俺らしかやんないですけどね、それやってなかったですけど、はいはい、まあ、あとはテニスかな、うん、テニスは初日にやったから。え、それな、今蕎麦屋食った話になったあれ蕎麦屋全く今蕎麦食わないで行っちゃってんけど、あれ2時間待ちの間、そうだね、スマートボールで終わっちゃったね今だよね。で行って、うん、やってから蕎麦行くのかと思ったら蕎麦飛ばして今あとテニスやったみたいな話になっちゃったけど、蕎麦そんなにうまいって言ったんだったらその蕎麦の感想を聞きたいけど、
まあうまいよ。ここは確かにそばうまいよ。それはうまいしよ。あ、すごいうまいよ。そう。うん、うまいうまい。あ、そう。あのね、すんごい細いんだけど、うん、あん、いや、つなぎを使ってないようなやつだろ。そう、つなぎ使ってなくて、すんごい細麺なのに、すごいなんかこう、こう、コシがあるっていうか。はいはいはい。で、味はもう絶妙な、そのタレね、うん、その、せいろ。まあ僕、天せいろっての頼んだんですけど、はいはいはい、その、タレとそばがうまくみこう絡み合ってさ、いいよ、口の中でふわっと広がるのよ、その味が、その、出汁が。さっと。でも全然喉越しがすごい良くて、食べた後すごいスッキリするんだよね、その。いいよ、無理やり。でもわかるよ、美味しいんでしょ。やっぱ美味しいよ、これ。いや、俺が一個疑問なのは、日本一美味しいのにっていうふうに言われてるでしょ。うん、でもさ、そばでさ、うん、あのやっぱ有名なとこでいっぱいあるじゃん。あるある。東京なのに、ね、東京にも、うん、もうここの食べたら食べられないよみたいな、はい、と何個か食ったことあるんだけどさ、はい、もうさ、あれと一緒だよね、うん、牛肉のさ、はいはい、最高級レベルの、よく英語ランクみたいなのあるじゃん、はい、ありますね、はい、最高級レベルの牛肉ってあるじゃん、うん、あれさ、もうそれ一定のレベル超えるともう分かんないよね。そうなんだよ、もうどっちがうまいか、もう一緒だよね、その一緒、もうそのレベル越した上はもう、ね、もうさ、はい、分かります、分かるよね、うん、言ってる意味に。そう、そばもだから言ったらいつも俺が言ってるそば屋と一緒。いや、そういう説明がねしてくれると俺も言いやすくなって今さ。そう、一緒一緒。だから美味しいんだよね、美味しいんだよ、もう最高レベルなことは間違いないんだよね。そう、間違いないの。だけどもうあそこよりうまいとかないよね、もう。うん、これいいよ。いや、いいバイトですよ、ほんと。これ楽なバイトだな、うん、小木が今までやったら一番楽なバイト何？俺はでもね、ほんと超楽なのあったよ。高校サッカーでしょ、全国サッカー大会ね、ヨンちゃんでやってる、クリームくんだよの、そう、あれの旗覚えてる、マークマークあるよ、丸に人が蹴ってる蹴ってるやつよ、あの右足か左足を蹴り上げてるね、ピンと伸びてね、そうあの旗が全国大会って必ず競技場にあの旗がこう壁に全部貼ってあるの、この、このサッカー場のところの壁に、どこの？旗が、よく今だと多分そういう、広告とかがあるところが全部旗がこうね貼ってあんのよ、あの高校生のサッカーって。でその旗が盗まれないかを見てるだけなの、俺は。だからマニアがいいんだって、それを盗むマニアが。それが、うん、盗まれないか見てるだけのバイトっていうのがあるの？あんの。でも試合見てていいんだよ、だから普通に。それがね、一試合に対して10人ぐらいかな、10人ぐらいで見てんの、競技場で。そんなバイトやったことあんの？うん、で日給5000円、日給と5000円だって1試合だよ、だから2時間。あ、そうか、あ2試合かな、その競技場2試合ぐらいあったら2試合、まあ1試合の時もあるんだけど。そうか、5000円なの。でも盗まれたことが1回もないの、旗が。あ、盗まないでしょ、あんなの見てっからね、小木が。で食べ物も自由に食べていいの、カップヌードルとか。嘘、もう何でもあるんだけど、飲み物とか、それも自由に食べて、それを見てるだけ。テレビで見ててもいいの、その休憩室でそれ食べてるでしょ、でそれでテレビ見てて、テレビでもう見えるわけ、旗が。でそれ見てるってもいい。え、テレビ越しに監視しててもいいの？全然いいの、全然いいの。なんで？そうでしょ。そんな楽なバイトあんの？そう、それ今でもあんのかな。多分あると思う。それなんか昔からあるらしくて、よくやってたよ。それ何、小木がサッカー部だったからそういうあれがあるの、話が舞い込んできたの？いや、なんか友達がそういうイベントの、いくつの時？でも高校生の時、高3ぐらいかな。でもう行政対ね国見が戦った時あるんだけど、準々決勝かなんか、その時も俺が一応その試合の担当になって、でも旗見てんのも飽きたから、もうゴール裏まで行っちゃったの俺。あ、降りて芝のもうサッカー見たくて、サッカー見たくて、あのカメラマンがさ、ゴールのラインのとこに、あ、まあ、あそこカメラマンの横にいたの俺も一緒に、もうしたらちょうど PK 合戦になったの。国見った当時超毎回優勝するぐらいの超強いよ。で行政はもうなんか背のちっちゃいなんかね、お坊ちゃまみたいなのがいて、テクニックあって面白いんだよ、面白いんだよね。それで 0-0 で行って延長してねえか、 PK まで行って、で PK がちょうど俺のゴールのとこだったの。おお、で俺なんてもうあのポストの本当横のぐらいにいんの俺。
超嬉しくてさ超楽しそう超楽しいじゃん、ゴールの横ぐらいでも見えるの、もう見えて、もうで国見優勝候補筆頭の国見が PK で負けるんだよ行政に、で俺嬉しくて、で行政が超センターサークル街でこう騒いで喜んでるの、そこに俺友達と二人で走っていって一緒に喜んでるの行政と俺もう勝手に芝の上のもあれはセンターサークル行ってたよ、で俺行政の客席に一緒に挨拶行った、その後あのお礼をお前関係ねえねえ、バイトじゃねえか、旗盗まれないバイトじゃねえか、でも一応まあもう、ま、そこでも旗見てるしちゃんと中から一応見て、そんな自由なバイトあんだ、じゃあお日を監視してる人とかはいないんだ、いないちゃんとバイトしてるかどうか、いないいない、でも多分ね、多分だけど俺それ ね出てると思うよ、俺変なニュそれサッカーニュースっていうか、それに俺だって喜んで、それ見たいじゃん、あれ選手と喜んでんのもだって、サッカーのその日本まあ国見たい行政ぐらいの試合だったら、いわゆる何でも高校野球だってビデオ出てるわけじゃない、はいはい、そうだね、ね甲子園のやつ、そういうのあるかもしれない、多分あると思うよね、喜んでるシーンとかまで入ってるかどうか分かんないけど、だって PK で、ほら最後決め出すってセンターサークルで走っていくじゃん、分かるよ、だから多分あそこは絶対映るじゃん、あそこ映る、そこにその打って蹴ったやつがセンターサークルに行く何秒後に行ってるからね、俺もう一緒に後ろから走って、すげえ多分映ってる可能性があるんだよね、それさ何歳の時、高校生、高3だと思う、高2か高3、高2か高 3、 そのすぐ調べれば第何回大会か分かる、そうだってもう行政と国見で行政勝つなんてすごいもんだから、多分行政に村上っちゅう選手いたんだよな、あ、すげえなー、そうだなー、それお前なんでそんなすごい話をさ、お前よくあるんだけど、すごいその昔の話でさそのすごい いい話じゃん、すごくエピソードトークとしてはえぇ、ー、って話じゃん、なんで俺初めて聞くのいや急に今そう楽なバイトから思い出した、そうだよね、だって今まで俺に楽なバイトあるって振ったことないでしょそんな振ってないの言えないでしょこっちも、そうか、そうだよ、確かに振ったことないです、それ超楽だね、超楽だから本当に、ラジオネーム、はい、お佐藤さん、小木さん、あきさん、こんばんは、ダイヤモンドユカイさん、はい、は夢の中で作曲した曲を、起きてバンドのメンバーに聞かせたら、何ビートルズの曲まんま天才じゃん、ビートルズの曲まんまだと指摘されたそうです、本人曰くショックだったそうですあー天才だ、天才だ、天才だ、ね、ビートルズこういうのあんのあーおい天才だな、面白いな、面白いね、ああまんまだったんだ絶対聞いてたよ、どっかで絶対聞いてた、ああ面白い面白いな、ビートルズこの曲あんのすごい、すげえな、天才だな、面白いな、これダイヤモンド誘拐すごい な、 いいね、天才だな、天才逸話としてはある天才逸話、結構ね、結構来てんだよ、すごい来てんね、ラジオネームひろきんたま、今日のメール有名人の逸話ですが、1万円札で有名な福沢諭吉さん、天の上の天は人の上に人を作らずの名言で有名な福田さんですが、娘が彼氏を連れてきたとき、身分違いなって怒ってラジオネーム、トモコ・ブライアント、関係者の皆様へ、後ろに立つのは勘弁してくださいませ、どうもゴルゴ30ことデューク東郷です、これまで国際的殺し屋として一生懸命頑張ってきた私から皆さんにお伝えしたいことがあります、はい、この度私デューク東郷は、ブログを始めることになりました、いろんな国の美味しいものや綺麗な景色気になる女の子の話題まで赤裸々に語っちゃいます、ご覧くださいませゴルゴ
後ろ後ろ .com です言ってんだな後ろを、うん、ゴルゴドット後ろ後ろ .com ですゴルゴさん、なるほど、うん、あの時で飯もあれなんだったっけ、ゴルゴさんって、女を絶対女にモテんだよね、あの人ね。女すごいじゃん。ってことはご飯もすごいんだっけ。ご飯もすごい。ご飯って食通なんだっけ。いやそういうのモテんじゃねえだろ別に。ハードボイルな感じでモテんじゃないの。なんかハードボイルな人ってさ、なんか食通も絶対兼ね備えてる気がしない。なんかまあ北方健三って美味しいものしてそうだもんな。だから今普通にゴルゴ13が勧めた飯やってうめんだろうなって今普通に思ってな。ゴルゴ13が勧める。うん、それで漫画やれば絶対に売れそうなんだけどな。あーなるほどね。美味しん坊みたいなさ、ゴルゴ13が。あなるほどね、主人公でそういう世界中のなんか旅して、あなるほど、どこどこの飯はうまいとか、ああゴルゴの料理料理版ゴルゴ、そうゴルゴンゾーロだ題名ゴルゴンゾーロ、ゴルゴンゾーロね、うん、ね、説得力あるからさああいう人は、そうね、うん、っていうか、うん、そうですね、最近ちょっと地元のね、うん、友達とかそういう人とこうつるむことが増えてきたんですよ最近は。あでもそうね、最近よくそうかもね、うん、そうなのよ、なんかいろいろあって、うん、まあでまあそのサラリーマンってやっぱこうさ、うん、出会いがないんですよね、その女性関係とか。ああそういうもん、うん、ないんですよ。でもう36、うん、7でしょもう俺らの年って、うん、ああそうだもうやばい、ね、で彼女がいないとやばいのよ。でまあね、ある人がもう、うん、まあ彼女がいないっつって、うん、でじゃあ何人かでこう、うん、じゃあ女の子紹介しようってなんだけどさ、うん、こうねいつもね絶対無理なのがこれ本当どうしたらいいのかってこう相談ですよこれ矢作に。逆にもう、うん、その人がね、うん、もうあれなんですよ、匂いがちょっとやばい人なんですよ、あの匂いが。ガワキ？そうガワキですよ。あそれをねこっちも言えないの、その男にも。あお前ガワキだからって言えないし、あもう長年付き合っちゃってる以上今更言えないのよ。ああまあ俺も20年ぐらい騙してたから俺もいけないんだけど。ああまだ言えないんだ。そう言えないの、自分も知らないんだ。多分知らないんだよね。でもそれをだからね、いろいろ紹介しても結局そこで全部ダメなの。もうねいい途中までいい感じいくんだけど、ああ所詮あれでしょっていう、ガワキでしょっていうなっちゃうの。そうか、ガーこれね、すげえ。でも今度じゃあもうみんなに言おうと、うん、多分今直せるから、うん、そういうのガワキガガガでしょ。そうそう、だからみんなガガ SP でしょ。そうそうガガ SP そうよ、うん、あだからそのまあ直せるからさ、もう今はもう言っちゃおうよっていうのもね、うん、でもみんなもやっぱ20年間黙ってきたことだから、ああこれがね、なんでじゃあ今更それ言ってくんだってなると。そう俺知ってる人、知ってる人、まあその人のもうあんまな、まあ、聞いてる、名前はね言えないんだろうけど、うん、ここで名誉のためにね、うん、そうそうそう、あ俺知ってる人、知ってる人、知ってる人、あれだ俺じゃあ知ってた。多分ね年取ってからやっぱどんどんね強くなってきてると思う、やっぱ30もう若い時そんなに匂わなかったなと思ってさ。でも結構でもモテんのよ女の子には。格好悪かないんだ。そうでもやっぱ好きになってからその、まあ、バレるとバレても別にいいのよ。そういうの全然許せるじゃん。わかる。逆に言うだろうしね、手術すればとか。そう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 。だから、付き合ったら。付き合う前にバレちゃうのがちょっと今難しいなってことで、うん、前はその冬によく紹介してたの。冬だったら。冬紹介すれば、まあ匂わないうちに、その好きにさせて、夏が来たとしても、うまくこうやっていけるみたいなさ。うんうんうん、そういうのがあって。でうん、どうしたらいいんだろうなと思って。もなるほど、ね、紹介しても結局だから手術してから紹介 しなきゃいけないんだろうなっていう話になって。それはもう相談村にもないよね、うん、やっぱり、うん、言ってあげることが一番いいんだけど、うん、もう言うしかないの結論は。言えるそれ。ただそのどのタイミングでどういうふうに言うかってとこだけは問題なわけよ。俺だってもうその、つい最近会った人で、うん、もうそうだったら言えるの多分。そろそろ食べを持ってあーなんかやばい、ちょっと、うん、ねそういう、うん、病院行ったらとか、うん、そういうの気にしたらみたいな、うん、はいはいはい。その20年間のブランクなんだよねこっちには。ああそうか、うん、
今更ね。今更なのよ。ああ。20年のね、この、なんでそれ今まで言ってくんなかったのみたいな逆に言われたら。でもそれはこっちが臆病になっちゃってる可能性あるよ。小木の、まあ、地元の友達大体こう、うん、知ってるけど、なかなかやっぱユーモアのセンスの多い人間が多いから、うん、意外にいいよ。意外に、小木がその、小木とかみんな周りの友達が気にしてね、うん、言わなかっただけで、勇気を持って、例えば言ったするじゃん。うん。何々と。はいはい。実はちょっと、言いたいことがあるんだけど、うん、まあもう付き合って20年ぐらい経つけど、ね、うん、お前脇がだよって言ったら、遅えよって言ってくれるかもしれない。長い振りの。それ言われるやんね。遅えよって最高のツッコミをしてくれる可能性があるよ。まあ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 、それはまあ言ってくれるやつだったらもうこっちも気づいて多分言ってると思うんだよね、そういうやつだったら。多分そういうの言わなそうなやつなんだよね。ああ、そう。うん、そっか。そうなのよ。そう。でも、まあ、これがね、でも、匂いって結構さ、それが好きになってくることもあるのよ。言ったら。その匂いを。ああ、ハマっちゃうってことね。ハマっちゃうの。まあほら、いい匂いではないわけじゃない。だって俺結構、そいつといても俺全然大丈夫なのよ。あ、そう。俺ハマってんの、ちょっと。昨日とかも一緒に車乗ったんだけど、結構乗せたいもん、俺、助手席にそいつは。ああ、ハマることってあるんだ。あるある。そいつが、またでも、ジュンもいたんだけどね。ジュンの車に乗るって言うんだったら、あ、いいよ、俺の方乗れよって。絶対俺の方に乗せたいの。ああ。車であの匂いって好きなの、俺、結構。なんかあんのよ。なんか、だから俺も、ああ、そういうのあるから、うん、こう、女の子もそうなんだろうなって、すごい思ってたんだけど、うん、まあ、だから最初の印象は、まあ、もちろん悪いからさ。うん、まあ、でもやっぱ絶対付き合っていけば、絶対そこは好きになるし、うん、それで思ったのが、うん、俺が、こう家でね、うん、すごい、屁をこいだときに、うん、ナホが最初の頃はすごいくせえくせえって嫌がってたの、うん、もう近寄りたくないとか言って離れてたものが、うん、そのもう最近になるとする、うん、したことによってちょっとこれこれこれとか言ってこれだこれだってなんかすげえ嗅いでくんのよ嗅いで祭りがあんだだからもう、うん、もうすごい喜もうなんかもうケチになってきてるのだからもう変なでもこれこれこれだこれだこれだっつってすげえ喜んで嗅いでんのよそれもうそれがもう最近ではもうちょっと俺がこう足をこう、お尻をこう肩を浮かすような仕草を、うん、もうもししちゃったらもう、うん、鼻つけてくるから、走ってきて、待て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 って待てってまだ出すなって。で、すごい、もう超喜ぶの。もうすっきりしまいんだ。もうすっきりやなって、もう。ハマっちゃったんだ。この匂い。待て待て待てだからもう勝手に流すと怒るぐらいなの。ああ、そう。何勝手にしてんだと。そうそうそう。聞いてないと。そう。もう、布団の中で俺がもしやったら、もう、潜っていくし、ガンガン。これだーってすげえ分かるやつ。これだーってんだ。で、前、本当にもう、今日お腹痛くてさ、俺。ああ、でもこれ書かせてって思ったの、俺の中では。でも、ナホ、出る出る出るって言ったら、ナホがもう喜んでさ、もう完全俺のお尻穴に鼻つけてさ。でさ、一番臭いやつあるじゃん、あるよ少量しか出ないの。熱いやつ。ちょっとしか出ない。熱いやつだ。あれが出たら、あれ出たら、熱いって熱いとか言って。あれ、嗅いでるやつも熱いんだと思ってさ。嗅いでるやつないよ。ほら、また、恩返しじゃないよ。話したいことがあんのにさ。なんだから、うん、さあ、はい、もう一回ね、先生、酔っ払ってるんで、ちょっとね、はい、だから酔っ払ってないって。分かってると思いますが、はい、改めてこのダイナマイトエクサシの趣旨を説明しますよ。どうぞどうぞ。うん、はい。男が最高だと思うタイミングである。うん。タイミングでいける。うん。絶対アンアンの持ち主でもあるチャンピオン小木と、女たちの戦い、ダイナマイトエクサシと。うん。これはまあ、全世界から注目されるセクシースポーツの祭典となっております。はい。うん。ジャッジ、西川さんは、うん、今回も最強挑戦者とチャンピオン小木の様々な生きっぷりを聞いてもらい、誰の生き方が良かったか、女性として、そして医学者として審査していただきます。うん、やりましょう。はい。ですね。はい。これはスポーツです。う
いいですか先生。はい。そうよ。これ先生、勘違いするとこあるからね。うん、なんか、すごい下ネタの感覚できますが、これスポーツです。大好きです。ね。大好きですね。はい、決して下ネタではございません。はい、そこら辺のご理解お願いします。はい。うん。で、すごい飲み物がいっぱいあるね。そうです。どれでも飲んでください。なんでこんなにいっぱいあるんですか？お湯冷ましてよ。え、それはあれなんですか？なんか行くのに必要なんですか？やっぱり、やっぱ。そうですよ。飲みません。先生、そうやって行った後とかってあんま飲まないんですか？あんま飲まないですね。俺結構途中で休憩して水飲んだりとか。ほんと？うん、しますよ。休憩とか入れるんですか？休憩入れますよ。ダイナマイトエクサシ、なんで僕が相手役やってるかというと、僕はやっぱ早いんですね。うん。僕は、早漏っていうんですか。早漏の人ですから。うん。小木さんはね、遅いんです。すんごい遅いの。あ、だから途中でレストが必要なんだ。もうないと、まあ、無理ですわ。うん。うわー、気持ち悪いですね。なんで長いの気持ち悪いっておかしいでしょ。いや、でも逆に早い方がいいですよ、だったら。なんかそういう意見よく聞きますよね。なんか言われましたよ。なんか早い方がいいって。欲求満じゃないの？だって、普通そうでしょ？早いのって、だって、あっという間に終わっちゃうんですよ。長いんでしょ？だって。長いですよ。いやですよ。めんどくさいですよ。いや、長いっつっても、まあ2時間。2時間長いっつっても2時間ね。そう、ホテルとかで映画を見終わって、一緒に映画を見てたんですよ。はあ、ね、はあ、で、その時にこう、まあそれ有料チャンネルで。はあ、で、それで、下から何あれ、字が出てくるでしょ、はあはあ、エンディングロール、エンドロール、エンドロール。エンドロールが流れてきたから始まるわけですよ、こっちも。うん、あ、もう見終わったから、うん。で、こっちもそのエッチをして、うん、終わったら、終わってテレビ見たら、またエンディングロールだった。エンドロール。次の映画。次の映画。だから一周してるわけ。2時間経った。まだ1時間半から2時間だよね。うん、そんなにやることありますか？ありますよ、いくらでも。で、向こうは飽きてるよ。探すんですよ。向こうは飽きてますよ、絶対。飽きてないですよ。飽きてますよ。飽きてない。嫌がってますよ。嫌がってない。なんでそんな確信があるの？いや、そういうなんか、そういうのやることがあるのかって聞くのがちょっとおかしくないですか？は？いくらでもあるんですか？ 2 時間で足りないぐらいですよ。2時間で足りないの？審査員と揉めないでください。確かに、ちょっともう熱くなっちゃいます。熱くなっちゃってますから。なんかね、信用してないとこあるんでしょうね、俺ね。ちょっと普段のね。まあ、先生はもうこれはすごいからね。ジャッジに関してはすごいですよ。ジャッジに関してはね。ただ、プライベートのその、エッチに対してはちょっと、うん、なんかあんまり。実はってとこある気がする。ごめんなさい、私上から言わせてもらいますけど、下手だと思いますよ、うん、私は。申し訳ないけど。え？いやいや、そんなことないですよ。いや、ごめんなさいね。これは、女の勘ですから。ほんとね、俺もさっきも話しててちょっと分かったんですけど、先生はやっぱね、それ俺の2時間に対してもすごい、そんなにありますかとか言うぐらいでしょ、俺。何それ両方で刺してるんですか？赤ペンと青ペン、ね。青ペンで私も刺してますけど。それはね、そういうことを聞くってことは、先生は男にやっぱ手を抜かれてるってことなの？そんなことないですよ。何分ですか、じゃあ。30分ぐらいでいいんじゃないですか？ 30 分なんて短いでしょ。なんでよ。え、全部入れて30分ですか？ああ。それ手抜いてるでしょ。手抜いてるの？うん。30分はちょっと俺、だって、矢木さんそんなもんでしょ？俺にしかセックス談義が始まってから。やっぱ聞いちゃうよね。2時間まあ2時間はその時はもうちょっと、すごい、やっぱ、刺激的だった2時間だったけど、それで1時間前後ですね。早く行ってくれないかなと思ってますよ、多分。この人めんどくさいな、うざいな。いやいやいや、それはないですね。それで多分、喘ぎ声も嘘ですよ。あ、それね、毎回俺ね、聞くけど、嘘じゃないっていう。聞かれたら嘘じゃないって言うに決まってるでしょ。それは言うわな。それは言うわ。毎回よく聞いたら。演技でしょ。俺演技とか嫌いだし、もし演技やったら言ってって、ちゃんと終わったと言うと、私演技したことない。当たり前。あなたに対しては演技をしたことない。そう、みんな言います。他のとこでは、多少するときもあると。でも、小木の前ではしたことない。言う、それは言う。言わないよ、そんな絶対言わない。本当にお互い認めないね。認めない。そういう話になると。なんかなぁ。なんだろうな。じゃあ一回見せてくださいよ。そんなに。なんで見せんの？そしたら、納得するとこあるかもしれない。多分ね、先生俺の見てたらね、入ってきちゃうと思うよ。多分参加したくなっちゃうんだ。絶対入ってきちゃうよ、先生。まあ確かに先生はね、前回もジャッジメントで来てるのにやっぱ参加しちゃってますからね。参加しましたからね。確かに。参加癖あるからね。参加癖あるから。怖いよ。そう言われるとなんか強く言えないです。参加癖あるからしょうがないね。はい、うん。